今までその経験したことのないというか、これだけ大規模に自治体をこう横つながりで避難している状況も今まではこう日本ではなかったはずなので、この大玉村、あと今日お世話になっているこの本宮市、あとは二本松であったり、この足立地方はこういう震災になる前から社会福祉協議会職員同士がつながってた地域、そこにこう避難している皆さんがあの避難生活をっていう状況が今の状況なので、この震災が起こったからその横の連携が、まあ、いわゆる社会福祉協議会という組織同士がつながった部分もあるかもしれませんけど、それをこう支えてくれているのは本当この震災前からつながってた社協の職員同士であったり、あとはその自治体としてもあの広域事業は行政事業はやってますし、すごく連携はそもそもあった。この地域に生活している人がお住まいは大玉村でも、お仕事の場所は本宮市、あとは横のつながりも含めて地域の皆さんが生活してたっていう基盤もあるかあったはずなので、まあ、おそらくこういう事業を実施するのは社会福祉協議会としてやっぱり地域福祉が主なんですよね。でもそれをもう少しこう今回はその広く考えてもらって、まあ、福島県ということで考えれば、地域の社会福祉協議会の、何かやろうよ、やっていこうよっていう、まあ、その被災してるやっぱり社協さんはどうしてもその状況も大変だということで後方支援だということで言っていただきましたけど、やはりあのその辺はそうは言ってもあの人が集まるところには必ずこう人が集まってもらえる、それの元になっているのはやっぱりこう浪江町の社協の職員さんが来るよということで僕らは声かけをして人を集まってもらってますし、あとは大熊の職員さんが来るから、おじいちゃんおばあちゃんせっかくだから来ませんかということで、やっぱりこう何か催し物を企画してそこに人が集まってくるっていうよりも、やっぱりそこにその地元の人が誰かは来てくれるので、そこに一緒に行きましょうよっていうことであの取り組んでる事業、ただあのそれがゴールではないので、あの動き出す時期が来ると思うので、まあまだまだ先は長いのかなと思います。